ているように、動物実験や、イン、ビトロモデルでは、人の免疫応答を正確に予測できないため、免疫原性を対象集団で調査する必要がある。多くの脂質や核酸は、比較的小さな分子であり、免疫原性を持っていない。したがって、免疫原性を高めて、免疫応答を誘発するために、タンパク質や、多糖類のようなエピトープとの結合が必要なことがある。 免疫原性は抗原の複数の特性から影響を受ける。T 細胞エピトープの含有量は抗原性に寄与する因子の一つである。同様に T 細胞エピトープは抗薬物抗体の発現を含む望ましくない免疫原性を引き起こす可能性がある。T 細胞エピトープの免疫原性における重要な決定因子は主要組織的合遺伝子複合体分子に対する t 細胞エピトープの結合強度である。結合親和性が高いエピトープは細胞表面に表示される可能性が高くなる。t 細胞の t 細胞受容体が特定のエピトープを認識するため、特定の t 細胞のみが細胞表面の MHC に結合した特定のペプチドに応答することができる。タンパク質薬物治療薬、またはワクチンが投与されると、 T 細胞や樹状細胞などの抗原定時細胞が、これらの物質をペプチドとして定時し、T 細胞が認識する可能性がある。これは、組み換え、トロンボポエチンへの曝露に続く、自己免疫性血小板減少症、およびエリスロポエチンの特定の製剤に関連した、新生積血球無形成などの ADA および、自己免疫疾患を含む、望ましくない免疫原性をもたらす。 可能性がある。モノクローナル抗体の免疫原性に影響を与える、因子治療用モノクローナル抗体は、癌や関節リウマチなどの疾患に使用されている。その結果、免疫原性が高いために有効性が限定され、重篤な急性誘液反応を伴うことが判明した。正確なメカニズムは不明であるが、マブが抗体抗原相互作用を誘発することにより、 免疫グロブリン E 抗体の形成が更新し、それが肥満細胞に結合して脱化粒し、アレルギー様症状やサイトカインの追加放出を引き起こすことで、急性輸液反応を誘発しているのではないかと考えられている。遺伝子工学におけるいくつかの技術革新によって、マブの免疫減性を減少させた。遺伝子工学は免疫グロブリンサのマウスの定常領域及び、 相互領域を人の対応する領域と交換することにより、ヒト抗体お及びキメラ抗体の作成をもたらした。これにより、マウスマブに関連した極端な免疫原性は減少したが、すべての完全ヒト化マブが望ましい免疫原性を持つという期待はまだ満たされていない。免疫原性のリスクに寄与する因子の一つである T 細胞エピトープの含有量は、 インシリコツールを用いて比較的正確に測定できるようになった。T 細胞エピトープを特定するための免疫情報工学アルゴリズムは現在、タンパク質治療薬をより高リスクと低リスクのカテゴリーに分類するために適用されている。これらのカテゴリーは免疫療法やワクチンが望ましくない免疫原性を引き起こすかどうかを評価し分析することを指す。 一つのアプローチは、タンパク質の配列を重なり合うの生アペプチドフレームに解析し、それぞれのペプチドフレームが世界中のほとんどの人の遺伝的背景をカバーしている6つの共通クラス IHLA、対立遺伝子のそれぞれに結合する可能性について評価することである。タンパク質内の高スコアフレームの密度を計算することにより、タンパク質の全体的な 免疫原性スコアを推定することができる。さらに、免疫原性を示す可能性のある高スコアフレームが密集している部分領域やクラスターを特定し、クラスタースコアを計算して集計することができる。このアプローチを使用して、新規タンパク質治療薬の臨床免疫原性を計算することができる。その結果、多くのバイオテクノロジー企業は、 新しいタンパク質医薬品を開発する際に、インシリコ免疫減性を全臨床プロセスに組み込んでいる。ありがとうございます。